引退馬協会、馬娘に言及するに対するみんなの反応。詳細出たな、ちゃんと用途書いてるのいいね。ちゃんと馬娘にも言及してて芝。心がポカポカするんじゃ。来年もその次も応援したい。ナイスネイチャってもともと90年代でも10種に入る人気馬じゃね。こいつより上ってオグリテイオーブライアンって超名馬くらいしか。そら人気あったから G1 勝ってないのに採用されたわけで。あちゃーネイチャさんも敵来ちゃったか。ナイスネイチャみたいに寄付やってる馬ならわかるけど、そうじゃない引退馬って馬娘化して人気出て直接的な旨味ってそんなあるんかな。牧草が送られてくる。青草とか人参とか送ってもらえるしね。あいつらえぐいほど草とか食えよるからそういうのありがたいわな。送った馬のとこが余ったら他の馬にも行く。生牧草バンクとかいう神システム。誰も損しない優しい世界。あれの経営先の許可を得て登録されるシステムのおかげでタップダンスシティの生存確認できたの助かるわ。これだけもらって使い道に困るとかないんか。引退馬のサードキャリアの現状を調べるとあってもあっても足りんで。長寿記録いけたりするかも。シャルロット超えかできたらすごいだろうな。とりあえず新山の記録は超えられそうだ。すごいぞネイチャ。昨日のツイートで食が極端に減って痩せてきてるって書いてたからかなり心配。これまでも何度か危なそうって言われたがなんだかんだ行って持ち直してるからな。今回もそうであることを祈るぜ。単純に今気温上がってるからとかじゃね？日本記録は40歳と81日らしいな。食が細くなってきたというのが気になるけど更新してほしいね。馬娘に触れてくれるの逆に恐縮するわ。確かサイゲ自体も引退馬支援してたはずだから協会的にも言及しておきたかったんじゃないかな。最近の引退馬支援の爆発的な盛り上がりは馬娘ブームなしにはありえなかっただろうからな。引退馬協会としても良好な関係を続けていきたいんだろうな。ドネーションは露骨に増えたからな。オタクがどんな気持ちで寄付したかはわからなくとも現場の人からは純粋に感謝なんだろう。引退馬支援については過去の名馬を掘り下げる構造の馬娘がきっかけ、と言ってもいいだろうと思う。ナイスネイチャ号に限らないけどまだ生きてるってのが大きいね。アニメ1期時点では BMW もみんなまだ生きてたし。アニメ2期の帝王の有馬記念の文字通りの生き証人に会いに行けるってのはすごいことだと思う。競馬のことは全く知らないんだけど引退した後って馬主さんは関わらないの？一定程度の援助が義務とかあるの？馬主が面倒を見ることもあるし、引退馬協会に譲渡したり、姉ちゃんみたいに里帰りしていることもあるけど、みんながみんなそうはいかないのが現実。でもこの取り組みのおかげで生きられる引退馬がいるのも事実。そしてこの取り組みを支えているのが寄付したり宣伝しているみんなってことやね。新しい馬の世話もあるのに現役の数倍の期間引退した馬に金を払い続けるなんて普通に考えて難しいもんな。なるほど、世知辛い現場なりに動いてるのね。名将の松本オーナーは最後まで面倒見るって聞いたぞ。サブちゃんも面倒見てるね。実際怒涛もその予定だったけど引退馬協会の看板になるならって理由で送り出してくれただけでなく支援金まで送ってくださったからな。預ける際に生活費も渡す成人。カレンちゃんの馬主さんとこも最後まで面倒見るんじゃなかったっけ？当選冗談とこの島川さんはご家族から買った馬を最後まで面倒見るのなら馬主になってもいいよ言われてたみたいね。確か明石家さんまさんも馬のネイチャ好きだったよね。さんま御殿で馬の方のナイスネイチャにはだいぶ課金したでと言ってたな。来年も寄付できるように回復してくれよな。まだ3000頭くらいが行方不明になるってことは100分の1しか救えないってことか。仮にお金が工面できたとしても3000頭ともなると土地とか飼育する人員とかが根本的に足りなくなるんじゃないかね。行方不明の中には待機シャトルの縦紙事件やオペラ大江戸投石だっけ？そういう厄介な人に見つからないように行方不明にしておいてる馬もいるよ。ドットさんとこにいる足毛ちゃんが堅くなに名前出さないのもそういうのの対策とか言うてたな。
ワイドでポスターに採用されたように、もうネイチャ基金として引退馬支援ドネーション自体の顔になってもいいと思うんですけど。ネイチャドネーション、略してネイド。これからもワイドな用途で引退馬を救うなネイドで。ネイチャは高松宮杯を買っているから実質 G1 を1勝してんだよな。ちなみにマチタンもね。G1 だったとしたらもっと相手も強くなってたやろ。と思ったが、ビワハヤヒでさえ出てこなければ十分勝負になるんやな、あの世代。当時の高松の宮杯と現在の高松の宮記念では条件が異なるので、その発想はナンセンスが過ぎる。来年も絶対参加するので、どういう形になっても続いてほしい。もちろんネイチャは元気でいてほしい。現役時代の人気はどんなものだったのだろう？今で言うとディープボンドみたいな感じかもしれない。実力はあるが G1 にはちょっと届かなくて、馬自体にファンが多い。最高齢記録とかはどうでもいいけど、1日でも長く生きてほしい。また来年のバースデードネーション待ってるよ。競馬はあんまわからないけど、ナイスネイチャ推しとしてはこんなにも大事にされていることが嬉しいわ。ワイは先月分の給料全部突っ込んだ。次またネイチャのバースデーを迎えられる保証はないからね。頑張れとは言わない。元気でいられる時間が長く続きますようにと祈る。こういう牧草とかの寄付とかで間接的に農家や牧場の人たちが助かってるなら嬉しいわ。10年後も寄付する予定だから、まだまだ元気でいてもらわないと困る。メテオの分も横取りしてた人参ギャングが今は草もあんま食べないってのが、なんとも不謹慎に取られたら申し訳ないけど、ネイチャに続くバースデードネーションの顔欲しいね。ネイチャのおかげでせっかくいい流れが根付いてきてるんだから、なおさら。多分新しい顔役で去年読んだディープスカイとかになるのかなぁと思ったり。名将サムソンもいるし、有名馬は結構いるのよね。当初目標額の 783% 達成って、ネイチャさん人気がすごすぎる。引退馬の余生についていろいろ考える日になったわ。また元気になって来年も祝わせてほしい。馬娘のゲーム内会話に触れられててダメだった。ちゃんとチェックしてるのねってなる。いっぱい救ったネイチャさん。海外から寄付してくれた方々もありがたい。食欲がないのはちょっと心配になる。人数がかなり増えてるのが素晴らしいな。寄付者4466人増えててマジすげー。このネイチャ人気、ババキュームインが存命だったらどんなに喜ぶだろうね。正直、馬娘がなければナイスネイチャがまだ生き続けてることすら知らなかった。来年も寄付させていただきます。お礼の文の後にネイチャさん35歳写真集のリンクがあるのがじわじわくる。写真集来たかと思ったら売り切れてるじゃねえか。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。